今回は液体の二酸化炭素を見てみるという実験をしてみましょう。ドライアイスは常温常圧においては昇華をしてしまいますから、固体から直接気体になってしまいます。ですから、気体の二酸化炭素を見ることは通常はできませんけれども、もし圧力が高い状態を、キープすることができるならば、二酸化炭素を液体にすることができます。およそ 5.6 気圧以上の圧力を保持することができれば、二酸化炭素は液体になります。今日はこのドライアイス、これは近くの氷屋さんで1キロ420円で買ったものですけれども、これを、注射器の中に入れて液体にすることにしましょう。ではまずこのドライアイスを一部を砕いて、ドライアイスは分子結晶ですから非常に脆くて木槌で簡単に壊すことができます。これを今日はこのような、プラスチックの注射器の中に詰めてみたいと思います。このプラスチックの注射器は先っちょのところが、ライターで炙って、溶かして固めてあります。ちょっとやってみましょう。これが元々の注射器ですけれども、この注射器の先っちょをライターで炙ってやれば火がつくわけです。これはろうそくと同じ成分ですから、よく燃えて同じような匂いがします。ろうそくと同じといっても、同じようなポリエチレンという、素材だと思いますけれども、非常にろうそくのろうと似たような、素材だと思います。で、これしばらくこうやって置いておけば先っちょの部分を閉じることができるわけです。で、これはかなりこのまま置いておいても時間がかかります。3分か4分ぐらいは置いておかないと固まってきませんから、もうすでに固めてあるものを使うことにしましょう。この中にドライアイスを入れるわけです。じゃあ入れてみます。入れる量は多くする必要はありません。液体の二酸化炭素と気体の二酸化炭素が同居していれば、あとは温度のみの関数で蒸気圧で中の圧力が決まりますから、たくさん入れる必要はありません。とはいっても結構入ってしまいましたけども、これぐらい入っているということです。これをシリンジの、お尻で、気体が漏れないように押さえるわけです。これはこんな風に押さえたりとかしても、おそらく力に勝つことができないです。これはしっかりと左手で注射器の、先っちょ、右手で注射器の、お尻を、保持することにします。で、しかも大事なことは、注射器をこのように上に向けないことです。上に向けてしまうと、ゴムの部分が冷えてしまって収縮して気体が漏れてしまいます。ですから、この先っちょをしっかり下に向けておく必要があると思う、あるわけです。で、こうやって持っていれば、次第に、消化した二酸化炭素がこの注射器の中に溜まってくる。この溜まってきた自分自身の圧力でもって、内部の圧力が高くなってくるわけです。内部の圧力が高くなってくると、二酸化炭素は一気に気体にならずに、液体になるということが観測できるわけです。よく塩ビチューブの中に封をして、それを両側をコックで閉じるという実験もありますけれども、この実験のいいところは、どれぐらいの圧力がかかっているかを手で実感することができるということです。
注射器さえ自分で買えば、まあ、できるわけですけれども、まあ、あとはドライアイスもですね、ドライアイスはおそらく近くのスーパーとかでももらえると思いますけれども、そういったふうにしては実験はできるわけですが、まあ、実際は結構危険があります。しっかり保護メガネもして、防護も、防御装置もつけた方がいいです。ジャブジャブしてますね。で、この状態だと、本当に圧力が強くて、持ってるのも大変です。で、これを離すと、実はこの先っちょが飛んでいくわけです。で、飛んでいった時には、なんかぶつかると、おそらくガラスとかだと割れてしまいますので、くれぐれも人の方に向けて離さないようにしてください。じゃあ、もはや、私の手では保持しきることができないぐらい、圧力が高くなってきてしまったので、離すことにします。こういうふうにして、まあ、非常に強い、勢いで飛んでいきます。場合によっては段ボールに穴が開いてしまったり、場合によってはもう先が尖っていれば刺さってしまうことがあるかもしれません。かなりの圧力ですから、十分、注意して実験するか、自信がない場合には、実験をしないということをお勧めします。